皆さんこんにちは、ジャパンサバンナ J です。今日解説するのはオーダー66で死んで当然だったジェダイ、キ・アディムンディです。もちろん彼は非常にかっこよくて優秀なのですが、彼の裏側のエピソードを知ると確かにこれは射殺されてもやむなしというほどの闇を抱えていました。実はキ・アディはジェダイとして完成されているがゆえに異常な行動をしてきました。今日は彼の生い立ち、そしてヤバすぎる行動をレジェンズ、聖史ともに振り返って解説考察していきましょう。よくジェダイの戦犯として嫌われるキ・アディ。よく言われるのは、彼には脳みそが2つあるのに頭が悪いだとか、アソーカに剣技をかけたとか、あとはやたらめったら無能な発言が多いとか、まあ、そういった戦犯ムーブもあるのですが、彼の最もヤバい欠点、それは異常な性格です。彼は人の死、友人の死、部下の死を何とも思わないんですね。ジェダイとして完成されすぎてしまっていることが彼の欠点です。それでは詳しく見ていきましょう。キ・アディは惑星セレアで生まれたエイリアン種族です。惑星セレアに生息する種族、セレアンとして生まれました。このセレアという惑星、実は銀河有数の天然資源に恵まれていて、さらにある麻薬が取れる産地でもありました。しかもそこに住む住人セレアンはテクノロジーを拒み、しかも共和国との関わりも絶っていました。つまり独立心が強い割には武装もなく、宇宙海賊や盗賊たちに非常に狙われやすい土地にキ・アディは生まれたわけです。セレアンは脳みそを2つ持っており、長い頭が特徴的。普通の人間種族よりは頭は良いようですが、このセレアン、種族として致命的な欠点を持っていました。それは男子の出生率が非常に低いこと。なんと20人に1人しか男の子が生まれず、惑星の人口が先細る運命にありました。なので男子として生まれたキ・アディは生まれた時から特別扱いだったわけです。その中でもキ・アディは生まれてから様々な特殊能力、フォースセンシティブの子供特有の力を発揮していました。キ・アディが4歳になった頃、惑星にやってきたジェダイにキ・アディは預けられました。なぜかというと、セレアはもともと治安が悪く、キ・アディをジェダイに預けた方が安全だったこと、さらにキ・アディのように男性のセレアンは非常にレアだったからですね。こうしてキ・アディは4歳という年齢でジェダイアカデミーへ入学しました。当時は4歳の入学でも相当遅い、レア中のレアという特別待遇をキ・アディは受けています。レジェンズではキ・アディはヨーダの弟子として修行をしていました。若き日のキ・アディ、なんかチンピラみたいな見た目ですが、まあ、結構かっこいいですよね。髪がふさふさのキ・アディ、なかなか活かしてますね。そして25歳になったキ・アディは自分の出身の惑星セレアの守護者として舞い戻ってきました。この時点でヨーダから訓練を受けており、ジェダイナイトになっていたキ・アディでしたが、盗賊に捕まりかけるなんていう失態も犯しましたが、まあそこはジェダイ、しっかり盗賊をしばき倒してます。ここまでは順風満帆に見えるキ・アディのジェダイ人生ですが、ここからがポイントなんですね。なんとキ・アディ、このタイミングで結婚し家族を作ります。キ・アディは惑星セレアの盗賊をしばき倒したので一躍有名人となりました。周りから尊敬され、もう大スター扱いなんですね。ここでキ・アディは5人の妻と結婚、5人の妻と共に巨大な鳥に乗って散歩してたりしています。これはもうどっから突っ込んでいいかわからないですね。まずそもそもジェダイのルールとして感情を持つこと自体には問題はありませんが、執着や愛情など度を過ぎた感情は禁じられています。しかしキ・アディ、5人の妻と結婚しております。いや待てと、一人ならまだしも、なんで5人と結婚しとるんねんと。ね、もうセレアンの文化として一夫多妻制が許されているので、キ・アディもその文化に従って一夫多妻制を取ったようです。これはもう特例中の特例としか言いようがないでしょう。本来結婚や子供を持つことが禁じられているジェダイオーダーの中で、キ・アディは一人と結婚するばかりか、子供も複数に設けていますから、もうこれはどうなんだろうという話ですよね。結婚と子供に関してとにかく悩まされていたアナキンも、この事実にはブチギレるしかないでしょうね。ちょっと待ってください。キ・アディが批判される理由として、このガバガバすぎるジェダイの規律と、キ・アディに与えられた異常な特例が批判の理由ですね。もし彼の種族の人口が減っているからといって、じゃあ特別あなただけ結婚し放題、子供作り放題となったら、これは不公平さを感じてしまいますよね。だったら最初からセレアンからジェダイを取らなければいいわけなんです。ジェダイのフォースセンシティブを見つける活動は草の根運動で、全銀河の全てのフォースセンシティブを拾えているわけではありません。鬼のジェダイ規律を守るのであれば、特例が発生し得る時点でジェダイオーダーに誘わないことを選ぶか、あるいはその規律をキ・アディに守らせる必要があったんです。
ここまで来ると皆さんすでに気づいているはずです。キ・アディは今まで特例中の特例扱いを受けているんですね。そう、男子に生まれた時点で特別扱い、しかもフォースが使えて自分の惑星の人々から崇められている。ジェダイオーダーでも特例扱いで入学し、伝説のマスターヨーダから教えを受ける。もう特別扱いばっかりなんですよね。ここにキ・アディが見せる傲慢さの理由が垣間見えてきますよね。しかしですね、キ・アディのヤバさというのはここでは終わりません。レジェンズではクローン戦争中、キ・アディは自分の家族と子供たちを失います。12人の家族すべてを失うわけなんですね。5人の妻と7人の子供を失ってしまうわけです。しかしこの時点でキ・アディはジェダイとして完成されすぎてしまっていたので、12人の家族の死に関して強い感情を抱くことはありませんでした。しかしこの生命への無頓着さがキ・アディは度を越していたわけなんです。クローン戦争中に起きたジャビームの戦い、ここでは27人ものジェダイが死亡し、アナキンの友人やパダワンも死亡してしまいました。友人の死を悲しむアナキンに対して我らがキ・アディ先生は一言、俺は12人の家族を失っているから友人くらいで悲しむんじゃないと、待て待て待てと、もうキアディそれはないだろうというわけなんですね。もうただしもうこちらのひどすぎるエピソードはレジェンズなので静止ではありません。しかしじゃあ静止のキアディはまあちょっとマシかというと、まあそんなことは一切ないんですね。静止においてもキアディは数々の無能ムーブを繰り出しています。物語を悪い方向に倒す発言しかしてないんですね。彼の発言を見ていきましょう。ファントムメナスではクワイガンがダースモールと戦ったことを報告すると、キアディは不可能だ、そんなことはありえない、始祖は滅亡して2000年経ったと否定しています。エピソード2、クローンの攻撃では、パドメ暗殺の疑いがかけられたドゥークに対して、彼は元ジェダイなのだからそんなことはありえないと発言。もうこの2つだけで、ムンディの脳みそ2つとも飾りだということが分かってしまいますね。さらに、これは削除コンテンツですが、クローンの攻撃でムンディはドロイド司令船に突撃し捕まるという大失態を犯しています。クローン対戦ではマンダロアの救援を断る発言をしたり、アソーカに裏切りの疑いをかけたりと、大事な味方は引きずり下ろし、敵に関しては全く心配しないという、あんたどっちの味方なんだという動きです。エピソード3では、ジェダイ評議会でとにかくキャッシークの心配をしたキ・アディ。これによって最も大事な時にヨーダがコルサントに不在という状況を作り出してしまいました。そしてキ・アディの最後の瞬間、彼を後ろから撃ち抜いたのは第21ノバ兵団ですが、その兵団の指揮官であるコマンダーバカラからもキ・アディは嫌われていました。バカラは自らの部隊を強く保つために弱い兵士は首にして入れ替えていたのですが、なんとこの兵員入れ替えは全てキ・アディに無断で行っています。もうこれはバカラが悪いのか、キ・アディがあまりにも信用されていないのかは分かりませんが、アナキンとレックス、アイラにブライ、オビワンにコーディと非常にいいコンビが目立つ中で部下にも信頼されないキ・アディ。辛いですね。ちなみにオーダー66でバカラがキ・アディを撃つ瞬間、バカラは一瞬命令を疑っています。が、これは本当にそういう命令があったのかを確認しただけで、キ・アディを殺したくないという感情ではありませんでした。しかもバカラはこう発言しています。もう一度オーダー66が発動されたとしても喜んで共和国のためにキ・アディを殺すと言っているんですね。こうして静止レジェンズを見てみると、キ・アディはジェダイオーダーが生み出した完璧かつ歪んだ時代であると言っても良いでしょう。特例中の特例の扱いを受け傲慢になり、しかも執着がなさすぎて人間味のあるジェダイからも反感を買う始末。そして映画やクローンウォーズではとにかく周囲を邪魔する発言をして足を引っ張る役回り。もうここまで振り返ると確かにキ・アディは無能で人格が終わってると評価されても仕方がないですね。ただですよ、やっぱりエピソード3の突撃シーン、こればっかりはかっこよかったですね。皆さんはこのキ・アディの無能ムーブ許せるでしょうか？その他にもこの時代は無能なんじゃないかと思う人がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルではスターウォーズをディープに解説しています。よかったらチャンネル登録していってください。それでは皆さん、次の SF でお会いしましょう。フォースとともにあらんことを。